アナスタシア・ミハイロブナ。アナスタシア・ミハイロブナ。1860年7月28日から1922年3月11日は、メクレンブルクイコールシュベリーイン大公フリードリヒ・フランツ3世の、日。ロシア大公女。ロシア皇帝ニコライ1世のバッシミハイル・ニコライエヴィチ。大公の長女。第二子。母は、バーデン大公家出身の日。オリガフヨード・ロブナ。 二歳の時に父がカフカース総督になったため、一家はグルジアへ転居した。彼女は雄大な自然に囲まれたティフリス、現在のグルジアの首都トビリシの宮殿で育った。アナスタシアの他は六人兄弟ばかりで、文字通り一人娘のアナスタシアは、スタッシーと呼ばれて、父の愛情を一心に受けた。対照的に母オリガは自世の効いた愛情を子供たちに見せ、 アナスタシアを兄弟たちと分けて育てた。長身で黒髪と東洋的な緑色の瞳をしたアナスタシアは、独立心王盛な意志の強い女性に育った。1878年、18歳になろうとしていたアナスタシアに、母とマリア・パブロブナ、ウラジーミル・アレクサンドロビチ対抗の日が、マリアの実刑で27歳になる、メクレンブルクイコール・シュベリーン大大使、 フリードリヒ・フランツとの縁談を持ち込んできた。アナスタシアとフリードリヒ・フランツの祖母たちはプロイセン王家出身で姉妹にあたり、彼は皇帝パーベル一世の子孫でもあった。同年の春、フリードリヒ・フランツはアナスタシアに会いにティフリスへやってきた。彼は資産家であり対抗家の後継ぎであったが、喘息に苦しみ体が弱かった。アナスタシアは 将来の安定した地位を約束する、この演談にことを唱えることはできなかった。1879年1月、サンクトペテルブルクで二人は結婚し、2月にシュベリーンへ向かった。シュベリーンの宮廷は、規律が厳しく、すべてが旧式で、若いアナスタシアが、自分の思い通りに、部屋の模様替えをすることも許されなかった。母オリガは、ドイツ人であったが、 アナスタシアはホームシックになり、新しい母国のことを好きになれなかった。彼女はすぐに妊娠し、結婚した年に、長女、アレクサンドリーネを産んだ。悪化していく、夫の体調を考え、温暖なイタリアやフランスで過ごすことが多くなるのは、この頃からであった。1882年、パレルモで、長男フリードリヒ・フランツが生まれた。1883年、夫が、 大公に即位し、一家はシュベリーンへ戻らなければならなくなった。新しい大公妃アナスタシアは、はじめこそ女主人として自分の地位を楽しんだが、すぐにまたイタリアやフランスが恋しくなり、出かけてしまった。1886年、次女セツイリエをカンヌで生んだ。ほとんどシュベリーンへ帰らず、モンテカルロのカジノに入り浸り、 リビエラの社交界で華やかな生活を続ける妻をフリードリヒ・フランツ大公は終生愛し続けた。1897年4月10日の早朝、フリードリヒ・フランツは妻のために建設したカンヌのビラで謎の転落死を遂げた。シュベリンで人気のない大公妃は大公を殺した犯人であると国民に疑われた。大公が 自身の健康に悩んで自殺したのは明白であったが、表向き事故死とされた。夫の死後、アナスタシアは、夫の私的財産をすべて相続した。15歳のフリードリヒ・フランツ4世がおじ、ヨハン・アルブレヒトの殺傷のもと、大公に即位した。36歳で未亡人となったアナスタシアは、ますます、シュベリーンと疎遠になっていった。蝶々のような暮らしをするアナスタシアは、 1902年12月、施設秘書、ウラディミール・パルトロフトの子、アレクシスを、ニースで密かに産んだ。はじめは妊娠、出産を隠し通した、アナスタシアだったが、このことは後暴露され、終文となった。フランス寄りの彼女を嫌うドイツ皇帝ビルヘルムは、皇太子妃となったセツイリエに、母親が近づくことを嫌った。第一次世界大戦が勃発すると、 ドイツ側にいるべきアナスタシアはフランスにとどまり続けた。三人の子供たちのうちフリードリヒ・フランツとチェツイリエはドイツ側、アレクサンドリーネは中立国のデンマークにいた。そしてドイツの敵は祖国ロシアであった。複雑な立場となったアナスタシアは中立国スイスへ移ることへ決め、大戦の間ローザンヌのサボイホテルに住んだ。カンヌのビラは フランスの軍病院として使われた。大戦の間、アレクサンドリーネを通じて、ドイツにいるフリードリヒ・フランツとチェツイリエの消息を知らされていた。ロシア革命で、弟ニコライとセルゲイラがボルシェビキに殺されたことを知った。ドイツの敗戦で戦争が終結すると、自身もフリードリヒもチェツイリエも王族としての地位を失った。アナスタシアは、再び、 フランスへ帰った。ロシアのパスポートを持ち、10枚、エカテリーナ・ユーリエフスカや、皇帝アレクサンドル2世が、帰戦結婚で儲けた娘と、元のような生活に戻ったのだった。彼女は、カンヌ近郊のエズにビラを買った。ここで晩年を過ごし、1922年3月、オイ・アンドレイ主催のパーティーに出席したすぐ後に、休止した。葬儀は、シュベリーンで行われ、 1914年以来初めて3人の子供たちが再会を果たした諸子アレクシスは出席しなかった。アナスタシアの棺は対抗家の墓所であるルートビヒスルストに収められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。